はい、皆さんこんにちは、ガミです。はい、僕はですね、今、田園都市線の長津田駅に来てるわけなんですが、どうやらですね、次の11時28分発の急行が、東武の3万系がね、来るんじゃないかっていうことで、さっき折り返しで、なんだ、中央林間に向かった列車が3万系だったんで、まあ、次来るのは3万系なんですけど、この間ですね、僕が、東上線の3万系の、魔改造中間車っていう動画を上げたんですが、今回はですね、同じ3万系なんだけど、半蔵門線の3万系はどうなのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、やっぱり、一応4+6両で、中間車に先頭車があるんですが、まあ、それがどうなってるのかっていうのがすごく気になります。この押上駅にこの車両が入る予定だったんですが、なんかダイヤ乱れの影響でなんか回送列車で来たんですよね。東上線とは全然違うな、やっぱり。一応ライトもあるしワイパーもついてるって感じ で乗務員室も一応乗務員室として機能してるっていう感じで、運転台も一応確認できますね。なるほどね。で、一応乗務員以外立ち入り禁止っていう感じになってるという感じで、あとライトも一応ついてるんですね。あ、なるほど。向こう側行くの？はい、ということで僕は今中央林間にいるわけなんですが、どうしてもこの田園都市線の方の3万系のこの連結面の車内がどうなってるのかっていうのがすごく気になったので、ちょっと日を改めて来てしまったという感じなんですが、じゃあちょっと今から車内の方を見ていきましょう。あ、なるほど。ここの窓ガラスは確か、東上線の方は曇りガラスだったんですが、電都線の方は普通のガラスということになっているらしいですね。でこの辺はじゃああんまり変わってないんですが、やっぱり、運転台が残ってるっていうのが一番の、違いですね。ただこの運転台をまた再び使うことがあるのかどうかっていうのはすごく疑問が残るところではあるんですが、こういう感じでね、一応車掌室の方も、機器類は残ってるという感じですね。ああ、なるほどね。
ということで、こんな感じになってるんですね。田園都市線の方の三万系はね、ぜひとも東上線の方の、魔改造をした後の三万系のね、動画も僕上げてるので、よろしければそちらの方と比較して見ていただければより楽しめるんじゃないかと思います。じゃあこの動画はね、ここで終わりにしたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。